この夜星は光すくいのみ国の貧困に苦しむ恵まれない子供たちの上にお金があっても心が満たされない世界中の大人たちの上にメリークリスマス。どうか今夜だけは世界中の人の心に愛と平和が訪れますように。アーメン。
メリークリスマス。透明な時代、ますます人々は明日を心配し、災害、事故、戦争、不安は尽きず、このままじゃ恐れに心が支配されるかも。けれども一番大切なこと、それは永遠の世界への備えをしない Rock and roll。 俺は死んでも生きる信仰によって立派になんかならなくていい。ただその人が背負ってくれた十字架の上で、そんな世界も一歩入れば虚しさといつも隣り合わせ。本当の幸せどこにあるのか、あいつはいつも夢中で探してた。けれども一番大切なこと、それは心のベクトルを自分以外のものに向け生きること。 Oh, 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 just in your life。 天国への Rock and roll。 俺は感謝して生きる今日という日を。立派になんてなれなくていい。ただその人が背負ってくれた十字架の上で、その愛により生きる、生きる。Whoa!
謝すること、はい、よく祈ること、いつも喜んでいること、そんなの無理だ君は言うけど、その愛に満たされ続けよう。こんな虚しい世界でいつまでも残るもの、これにだから人生にかけてみても後悔しない。ちょっと声出して言ってみようか。 Hey 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 この吉祥寺に帰ってきました。最後までどうぞよろしく。一人いらっしゃい。行き当たりばったりの埋め合わせの恋じゃいただけない。
夢から覚めない少女なら適齢期は過ぎてる過ぎてる過ぎてる、それでも気づかぬ涙なら虹針は捨てて越しに頼むよ。ヘイ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 どうぞ。ヘイ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 、改めましてサルーキです。皆さん今日どうも会場まで来てくれてありがとう。そして、同じぐらいですね、配信で見てくださってる皆さん、どっち向けばいいかな、ありがとうございます。もうね、もう久しぶりのこうライブハウスのこのがっつりしたワンマンライブ、あ、このこんな感じだったこんな感じだったの、うん、こんな感じでここ登ってたな登ってたなみたいな。サルーキなんとプラネット系で12年ぶりのワンマンライブです。おいえ、えとか一周しちゃうよ12年。でも
も12年前って言ったらあれだからね、2009年ですかね、もう最近のことのようですけど、そうですね、ね、そうですね、サルーキは2001年からやってますけども、まあ、2009年ぐらいからかな、第2期が始まった、僕とモーリー2人になって、そこからもう一回再出発しようっていうところで、決めたワンマンライブがプラネット K だったんですけども、まあ、それまでもね、吉祥寺で毎日のようにストリートライブをやったりとか、本当にゆかりのあるというか、そういうところで、もう本当このコロナ禍でできないと思ってたこの20周年の、ライブが今日開催できることを本当に感謝します。ありがとうございます。すごいね、みんなよく来てくれた ね、うん、この状況で、すごいわ。まあ、今日長いか ら、 長いから、ね、最初座っといてくださいね、うん、立つべき瞬間が、うん、伝えますね。僕らもペース配分してます、ね、うん、そう、呼吸整えてんだ今。そう、うん、じゃあそろそろ行っていい、行ってみようか。呼吸整った、もうさっきのジャンプでもう呼吸が乱れてしまうそういうのが20年です。ファーストアルバムから聴いてください、君の教科書。持ってる君は魅力的、君は君だからそのままでいいんだけど、まばゆい光があふれる星降る夜に、寂しがり屋の悪魔が僕に忍び寄った。時々時々深読みしたくなるよ。君は君の美徳を守るために僕に優しいんじゃないかって、そんな思い違いを包み込むのはきっと君のキスだけ。世界を持ってる君は魅力的、最新型のロケットを空に打ち上げて、月の先っぽにかかった赤目のウサギ、どんなに探してみたってきっと見つからない。いつでも二人一緒にいるのに、なぜだか一人の気分になるよ。僕は君の深いところまで一緒にいれないんじゃないかって、そんな思いは辛いよ。吹き飛ばすのはきっと君の愛だけ。欲望も疑心暗鬼も自己嫌悪
もすべてきれいさっぱり流される。自分の形を持ってる君は魅力的、そんな君だからこんな僕とちょうどいいのさ。いい加減に聞き慣れた優しい声で、新しい朝と今日始めよう、明日も信じよう、ずっと夢見よう。懐かしいですね、いろいろ思い出したわ。なんかやっとね、20年ぐらいやるとやっとなんかこう、うんうん、ライブを味わえるようになるんだっていう。味わい深くね。なんてこう、なんて若い時ってさ、うん、なんかいろんなことが気になりすぎて、ね、このね、うん、味わうということ、うん、今日味わってます、ありがとうございます。イエイ。いや本当にね、こうライブハウスってそういやこうライトがねすごく当たってるんで、みんなの表情がね見えないんですよ、うん、見えさっき見えてたけど今見えないね、うん、ちょっと明るくしてもらっていいですかね、うん、あんま変わった、あ来た、イエーイいや嬉しいですね、本当にこの忙しい、12月にですね皆さん時間を作って本当やね、うん、来ていただきました。僕たち今日息切らしながらでもがむしゃらにやりますんで、はい、最後まで見守っていてください、楽しんでください、よろしくお願いします、ね、20周年ライブのテーマががむしゃらってどうですかまあでもねずっとがむしゃらにやってましたね、吉祥寺時代というか、さっきちょっと言ったけどもう駅の今日皆さんが多分電車で来た人はこっち側北口で降りたと思うんですけどね、そこの降りてね左側のとこに今もあるよねアイスクリーム屋さん31あるね、うん、あそこの横のところで毎日ね92日間やりましたよ路上ライブ。それでなんでそれをやったかっていうと CD をね出して、それでその CD を買うとチケットもついてくるみたいな作戦でですね300枚売り切ろうとか言ってね、うん、やってた92日間やって、そしてそのゴールがこのプラネット K だったわけなんですけどもね、もう本当にまあなんか最近いろいろさ暇だったから YouTube とかさいろいろアップしたりね、はい、昔の動画とかねもう僕がプカプカタバコ吸ってる時代のやつとかねいろいろアップしてね楽しんでいただいてると思うんですけどもね、あの頃はねまあ、がむしゃらよく言うとがむしゃらだけど、うん、そのなんかねこうなんていうかな、一生懸命パンチを打つんだけど当たんないみたいな、ね、そういう時代でした。でもまあそういう時代があったからまあ20年ね続けてこれたのかなという気もします。次にやる曲は、神様っていう曲ですね。これは日比谷の野音でも最後にやった曲なんですけども、聴いてください、神様。つまらないことが幸せなんだって気づかされた。こんな世界を一体誰が作った？神様、あなたはドラマチックな演出家。お酒もタバコも仕事も
なく通り過ぎるよ。あなたのいないこの世界では全ての現実が重たくのしかかる。そう出た夜に星空の下でたった一人きり涙がこぼれた。涙はどこから湧いてきたのか。僕の存在はどこから来てどこへ行くのか。明日へと続いてくこの泥だらけの道に、ただ一つ意味のある苦しみを今僕にくれないか。信じ続けるこの心うちにメンバー紹介しておこうかな、はい。今日はね3台のピアノですからね、すごいです。このピアノ誰が運んだと思います？僕が運びました。オンキーボード西田美子美佐子。美子さん最近ね、美子さんもあの夜の運転がもうからもう引退したという。もう言わない。あ、言わない言わないもう、ね、全世界にこれ放送されます。まあでもね、ミュージシャンとしてはまだまだ頑張っていただきたい。ミーコさんです。ミーコさん。そしてね、もう俺今日振り返るたびにちょっと笑いそうになるんですけど、これあの、まあ、いつものスタイルとね違う、なんかね、あの前サルーキーであのベースを長年弾いてくれてた元ザ・ストリート・スライダーズのジェームスさんへのリスペクトを込めた今日のスタイル、ニュージェームス。オンベース堀木健太。もう健太さんどうしちゃったのかなと思ってね。面白いですね。そうそうそう、さっき楽屋入ったら誰か分かんなかったもんね。素晴らしいベースを今日奏でてくれます堀木健太さん。そして、まあ、普段はですね、あの、まあ、
東京のライブもやるんですけど、結構地方に行くことが多くてですね、コロナになる前は120本ぐらいですかね、毎年あのいろんなところからあのライブやってるんですけども、それに忠実に帯同してくれている、そして移動中はほとんど喋らない、無駄口言わないから、ま、あのね、でも旅ってさ、うん、あの最初は楽しいけど、もうなんか僕らの旅長いじゃないですか、ね、なんか2週間とか3週間とか行くから、うん、もうだんだんね、あの移動中ぐらいのこう静かにしてときたいわけです、こう、ね、静まってね、そう、あのそういう意味では、ね、すごい助かってますそんなそんなって言って それだけじゃないけど、うん、もうそうですね、もうでも翼くんも入っても6年ぐらいですかね、早いよね、オンドラムス田中翼、イエはい、僕らの紹介は後でやります、はい、ということでそうさらっといかないと、さらっといかない、ね、今日はあの最初ちょっと10分押しでスタートさせてもらったんですけど、なかなか入り口の方入れなかったということでね、あの皆さん並んでいただいてありがとうございますね、もう普段のライブから並んでください、はい、これあの口を酸っぱく僕ら日比谷の野音のステージでも言ったんですけど、もうたくさんライブやってるから、まあね、毎回はあの見に来れないと思うんですけども、今日はねあの節目ということで、たくさんの方が、詰めかけてくれました、皆さん本当にありがとうございます、そんな今日はね多分ね5年ぶりぐらいとかで来てくれた人もいるんですよね、本当にもう普段から来てくださいね、いやでもありがとう今日来てくれて、そんな皆さんにですね、もうでもね古い人って何年ぐらいからかな、僕ら2001年からやってますけども、古い人っつったってね、2001年から知ってる人はどれぐらい、2001年からサルーキ知ってるよっていう人挙手、はい、え、あ、物販やってく、あ、違うな、うん、音響の砂さんが2001年からサルーキ知ってくれてます、ありがとうございます、やつだからね、うん、でちょっとハードル下げます、2005年ぐらいになるともうサルーキ知ってましたっていう人どれぐらいいますか、イエイ、あ、何人か、うん、いるかな、あ、ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しい、ね、じゃあもうちょっと一気にハードル下げて、2010年ぐらいになってるともうサルーキのこと知ってましたって人どれぐらいいます、あ、少ないですね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、みんないつサルーキ知ったんですよね、最去年とかまあ、だからあの知らない人にとってはもう全部が新曲ぐらいの感じかもしれないですけど、次にやる曲はねもう一番古い曲ですよ、僕ら2003年デビューしてるんですけど、その前に実はインディーズで1枚出してるんですよ、その、曲をやろうかなと思います、もう僕ら自身もやるの多分18年ぶりぐらい、緊張します、行ってみましょう、これはねこの曲は全国のコンビニエンスストアミニストップで流してもらってました、行ってみましょう、愛の世界、うん、君の仕草によって楽しいひとときの中でも僕の拭えない期待が高鳴るベッドの中でさえも消せない記憶のかけらと邪気と羽織って君の待つ部屋へと急ぐとき君が温かいシチューを味見して僕を思い出したとき寄り添い二つの Nobody knows Mr. Poet
yeah. Oh, like come here if you wanna see.Lucky time to hear, oh luck come here if you wanna see.そんな未来僕ら手を取り合って紡いでく愛の世界できた。今日発売のあれ後ろですかね、売ってる、僕の9枚目になるアルバム「パスト&マスト2」に今歌った「愛の世界」入れてみました。面白いのがね、1曲目は今年取ったあの曲なんですけど、それ以外がね2002年のレコーディングの曲と、そうそうそう、2006年の曲と、あと2008年の曲が入ってるんで、ぜひね、手に取って聴き比べてみてくれたら嬉しいです。嬉しいです、お願いします。ありがとうございます。なんか思い出の一つでも喋りますか。もう次早くも前半最後の曲なんですよ。今日は二部制になってます。で、この後休憩なんですけど、はい、そうね、今の愛の曲、愛の世界をやってた時期にですね、2002年初めて僕たちがここで、ファーストワンマンライブですね、なんかね思い出しました、ライブを終えてこのバックステージに入るときにもうなんか大泣きしたのを覚えてます。すごい感動したんだよね。よく感動してるよね。うん。うん、なんかね、でも素晴らしいと思う。でもね、うん、その音楽、僕ら高校時代バンドやったりしてましたけど、なかなかね、泣くほど、演奏した後に泣くほどってことなかったんですよ。じゃあサルーキー入ってよかったですね。よかった。本当に出会えてよかった。出会えてよかった。ありがとう。ありがとう。ねえ。
そんな思い出をね今日来るとき思い出してた。そういやめっちゃ感動して泣いてたな。みんな抱き合ってたよ。いやそうだよね。そうそうそう、あの当時ね俺ん家でミーティングとかやってたじゃん。やってたね。あの、まあ、当時あの4人でねオリジナルメンバーやってたんですけど、うん、俺ね未だに忘れられないのが、うん、もうだからもうみんなの将来がかかってるからもうなんて今でももちろん本気だけどもうなんていうのもう何のあれもないからなもう野良犬だからさ俺らなんて。そうだね。なんていうのもう本当にね必死でした。であのもうミーティングばっかやってね、うん、でなんかもう本当今後の方向性とかについて朝まで語ってねあの帰れなくなってよく俺んちのソファでなんかね、俺以外のメンバー3人で寝てましたけどね、うんうん、そんなこともいやだからね本当にあの本気でねこう未来を探してたような時期なんですけども、うん、それから今出した CD、ね、やっと出せてワンマンライブもできてやったとか言ってたら、うん、そのレーベルの人と揉めちゃってですね、そうそうそう、まあ、その CD が廃盤になるという事件が起きてですね、まあ、いろんなことがあったんですよ最初の頃はね、まあ、本当にあのでその後にね、まあ、ある人からですね声をかけてもらって、2003年にテレビ朝日ミュージックというところから CD を出しませんかということでですね、この曲を出すことができたというね、まあ、思い出の曲なんですけども、その曲を、一部の最後に心を込めてお届けしたいなと思います。ありがとう。空の色の違い思い出せないくらい忙しい。昨日の君の言葉笑顔その他もろもろ全て忘れぬように今を生きてこう。未来はいつもこの腕の中にあるなんてよくは捨てよう。君に会えた喜びを虹色の空に向かって歌おう。ありがとう。本当の幸せを気づかせてくれた君に捧げたい。人は愛されるために生まれてきたと胸を張って今言えるよ。長い旅路の果てに何があるかなんて思いはずらんほどのことではなく、どんなに高い壁も越えて行けるはずさ。迷うことなく僕ら信じればいい。願いはいつか国境を抜けて誰かの心を変えるよ。君に会えた喜びを灰色の空の下で歌おう。ありがとう。本当の安らぎを分かち合える瞬間に君にいてほしい。人は許し許されるたびに生まれてきたその意味をふと悟るよ。未
この腕の中にあるなんてよく忘れよう。君に会えた喜びを虹色の空に向かって歌おう。ありがとう、本当の幸せを気づかせてくれた君に捧げたい。人は愛されるために生まれてきたと胸を張って、今ありがとう、本当の安らぎを分かち合える瞬間に君にいてほしい。人は許し許されるたびに生まれてきた、その意味を人悟るよ。15分の休憩なんですけど、もう一回ねよいしょよいしょっつって、あのスクリーンがこの前に出てきてですね、懐かしい映像とかが流れますんで、よかったら見てってください。後半もよろしくお願いします。ありがとう。君のことを思わずに
しれない、君のこと思わずにいられない、本当は間違いかもしれない、君の肩を持たずにいられない、いくつもの時を共に越え、笑い合って慰め合って完璧な答え、
喜びはあるか、何のため
新曲聴いてください、悪い世界。世界月光に追いかけられ振り切れない夜、高速の未来は今小さな夢見る糸間もない。それと不安に飲み込まれ、バイキンに追い詰められ明けそびないように、巷にはデマがあふれ真実さえ霞みそうな時、パッション、ファイヤー、フューチャー、悪いのは誰？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 あの日その例戦略を知る知識の木の実食べた時から、神に代わり裁くようになった嘘をついて、神に背を向けてさまよう人生、救いはどこ？ジーザス、ジーザス、今その手を握り、ジーザス、ジーザス、救い命を得よう、ジーザス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 、Come on, passion, fire, future, come on.
広いもんなはずだろう。昨日より明日よりも今の自分を愛せ。これ以上ないほどに今の自分を生きろ。未来のことも老後のことも気にしないぜ。いつ OK 積み重ねてくぶっ壊してくやってやるぜ。My life。 どうせ死ぬならとことん今を生きていくぜ。いつも OK 揺るぎないもの出会ったのなら信じてゆけ。 That's all right。暗くてね、全くみんなの顔が見えないんで、外します、外します。今日本当にあの皆さん集まってくれてありがとうございます。急遽ですからね、大体あのいつもワンマンライブとこう1年とかかけてね、いろいろプロモーションして、あの渋港とかね、ヤオンとかいろいろやってきましたけども、本当に急遽だった、そして、年末の忙しい時に皆さんありがとうございます。今日はね、友達とかもたくさん来てくれてるわけですよ。お客さんとして、あのミュージシャンなんだけどお客さんとして来てくれてる。で、呼んだら出てくれるって言ったら出てくれるって言うから呼びますので、誰から行こうかな。あのあ、じゃあ呼んだらまず挙手、挙手、あの立って挙手してください。じゃあ出席を取ります。葛葉美奈子さん。葛葉美奈子さん。はい、拍手。あ、でちょっとあの、そう、あの、そで出てて、あので、あの。あのちょっと1曲に歌ってもらおうかなと思って、あの一緒にね、ちょっとあの歌おうかなと。やってくれる。そして次紹介しますね。あの挙手してくださいね。立って挙手して。アリア幸子さん。アリア幸子様。ああ、ありがとうございます。ゴスペルの仲間ですね。そして、じゃあ袖の北九州からおいでの、違うか。東京に在住なんですけど。末田和美さんです。イエーイ。なんかね、こっから来てくれてもいいけど危ないんで、よかったので後ろから上がってきてほしいなと思います。ゆっくり、ゆっくりね、ちょっとね、ここはね時間がかかるところ、うんうん、本当に呼ばれると思わなかったですか。あ、そうなんだ、うん、ゆっくり上がってきてください。2016年にですね、あの日比谷野音、そして2017年にも日比谷野音、2年連続で、頑張ってやったんですけども、その時に、あるね、ゴスペルの指導者の方がですね、なんかホテルニューオータニのなんか打ち上げの隣になってですね、あの武道館のイベントの後のね、それでなんか僕ら日比谷野音やるんですよって言ったら、私たちもずっとやりたかったんですよみたいな感じで言ってくれて、それでなんかあのロックとね、あのこのゴスペルっていうかクワイアのねコラボっていうのがね、あの U2 とかがやってるからね、あのなんかそれ動画を見せてくれたんですよ、うん、それでねちょっとやってみようかなということでですね、やったらねすごい楽しくて、
なんていうもう最初ピンとこなかったんですよ。なんかこうロックとこのゴスペルクワイアのコラボってね、あのすごく楽しかったんで、またね、あ、早いですね。あ、マイク大丈夫ですか？持ちました？あ、ここですか？はい。これをね、あ、じゃあ仲良しの2人でやってください。紹介します。葛葉美奈子さんです。何か一言あれば。おめでとうございます。ありがとうございます。なんといってもあの若かりし頃の写真、もう笑いが出たりね、ねみんないろんなところからいろんな話が、あと私ね、タンバリン先生の家族にも会えまして、ご挨拶しました。子供たちもいて可愛かった。今日はキラキラしてないタンバリン先生のお忍びに来てくれ、いいお父さんっぽくてびっくりしました。そして末田和美さんです。今日はあの北九州からありがとうございますということでね、そして有谷幸子さんです。はい、20歳おめでとうございます。 ありがとうございますじゃあのね、何もこれ打ち合わせしないんでね、あの僕がじゃあはい次歌ってっていうのね、そしたらね歌ってください。歌詞わかんないけど。あ、歌詞わかんない、歌詞わかんない、じゃあ助けます。ラララで一緒に歌、じゃあサビね、一緒に歌い、はい、じゃあなんとなく言ってみましょう。歌えますよね。あ、歌えますよね。歌えますよ、ね、俺ここ立っちゃうと見えない。大丈夫かな、うん、じゃあ俺この辺 なんかすいません。じゃあね、僕もね洋楽すごい好きで死ぬほど思ってたんですけど、この前引っ越しして半分ぐらい売りましたけど、これは売れなかったね。あの大名盤、キャロル・キングっていう人がいるんですけど、その中の、You Got Friend、 君の友達ってね曲が大好きなんですよね。なんか泣けてくるっていうかね、あのみんなで歌いたいなと思います。行ってみましょう。 You Got Friend。Down and trouble, and you need some loving care, and nothing, oh, nothing going right. Close your eyes and think of me.Just call out my name, and you know wherever I am, I can rally to see you again. Winter, spring, summer.Do
いいですよね。またよろしくお願いします。ゴスペルの仲間たちでした。拍手。もうマイクが、ね、よく分からなくて、これがミーコさんだよね。そうそうそう、はい、あげます。一応ね、ここでこうマイクをね、シュシュってシュシュね、あ、消毒やるんですよね。そう、世界中に感染対策のアピールをしてます。しっかりしてます。いや、あの京子さんのことを、ちゃんと今紹介、します。大きな舞台の時はいつも支えて、はい、励ましてくれて、はい、本当に吉祥寺の峰富士子、うん、違う感謝してます。京子さん、オーコーラス、綿引き京子、かっこいい。ありがとうございます。いやいや、とんでもないです、うん、もうあの私もサルキーとのね、あのお付き合いというか、何年ぐらいになりますか。15年、15年ぐらい、16年ぐらいですかね、うん、もうね、一番古いぐらいですけど、でも15年っていうね。そうそうだね。あのでも本当、あの吉祥寺にはまあなんていうんですかね、馴染みの店みたいなのがいろいろあってですね、まあ、あのこのコロナとかね、まあ、時間のこともあっていろいろ閉じちゃって店もあるんですけど、本当にあの吉祥寺の名店と言われたノロというお店でですね、京子さんに初めて会いましたよね。そうですね、うん、ノロだったかな、一番最初に。だと思いますけど、どうでしょう。もう大体ノロかね、プラネット K かね、かやしまかね、大体決まってるんだよね。大体決まってる。そう、大体行くとこ決まってるからね。まあ、僕もあの最近引っ越しててですね、なんていうかやっぱりね、まあ、いろんな街にあの東京で住んでるんですけど、なんかこう、まあ、お店も大事なんだけど、もっと大事なのはお店とかね、まあ、その場所っていうのはね、やっぱその人に会えるからっていうことで行くっていうかね、そういうことで、まあ、僕らもあのバンドを20年やらせてもらっていろんなところに行くんですよ。北海道から沖縄、まあ、たまには海外とかね、今行けないですけどね、なんかね、最近ね、自分たちの役割っていうのがね、ちょっと分かってきたというかね、きっかけ屋さんなんだなと思ってね、まあ、このそこでコンサートをやることによって、あの人が何人か集まってくれて、そしてそこから何か、そこからつながる何かがあるんだなと、いうふうに思っております。この次にやる曲は、まあ、バンドがだいぶ長くなってきて15年ぐらいやった時かな、また一山越えなきゃいけないっていう時に、生まれた曲ですかね。行ってみましょう。うだうだ。
だうだやってると日が暮れちまうように、うだうだ生きてると人生も終わっちまうぜ。繰り返す毎日も夢見る世界旅行も結局は何を感じながら生きてるかなんだろう。うだ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 テキパキ、うだ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 カモン、うだ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 たまにテキパキ。忙しく毎日送ってるやつらもうだうだ不器用にうだつの上がらないやつらも自分のためだけに少しは人のために結局は何を選びながら生きてるかなんだろう。うだ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 たまにテキパキ、うだ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 何かを始めようと腰を上げることはとってもパワーがいるけど走り出した自転車は割とスイスイペダルがぐんぐん進みます。そのうち上り坂下り坂そしてまさかの坂までやってきてあなたの人生がそこで問われる。何のために生きてますか。思い通りには進まない人生立ち止まり下げ込みまた立ち上がり真の目的動かぬ志そこにたどり着くその日まで、生きてることに疲れて60のお姉さんやりたいことにあふれて長生きすることも華々しく散ることも結局は今を感じながらどう咲くかなんだろう。何が良くて何が悪いか結局はその時はわからない。ただ誠実に導かれるままに生きてゆきたいと願います。問題が問題じゃないのさ本来、問題にどう向き合うかが本題。問われる自分人のせいにすんな、全てできないと信じます。ジーザス。ジタバタジタバタ人生ハラ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 でも大丈夫。うだ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 今日もまたテキパキテキパキ生きています。世界の大問題個人的な些細な問題全部同じだぜ。君が世界を変えるのさ。Thank you。 しれっと参加してくれた本セクションを紹介したいなと思います。もう今回のライブが決まったのが急すぎてもうみんなのスケジュールがどうかなと思ったんですけど、今回はですねいつもね武田さんという師匠が、ね、参加してくれてるんですけど、その人の弟子が今日は来てくれてるという、合ってるよね、
オンサックスショー、ショー。そして今日このバンドね、上は何歳とか言いませんけど、一番下の、26歳です、紹介します。オン、今ね、トランペット今もね、そう、オントランペット、オントランペット、今ね、トロンボーンって言おうとしたけど、今日トロンボーンいないんですよ。オントランペット、タクト、タクト。そしてこれをまとめてる大ボスを紹介します。オントランペット、ザコシショー。イエイ、ありがとうございます。いよいよですね、もう長々とやってきたんですけども、そろそろもう後半というか終盤というか行きたいなと思います。そうですね、次はね、僕らの、まあ、長い活動の中でね、そうですね、忘れもしないですね、2012年だったかな、ここのね、プラネット K の社長がですね、僕にね連絡してきてくれてね、はい、今ね多分ね、武蔵境って言ったかな、うん、武蔵境のドンキホーテにいるんだけど、サルウキの曲がかかってびっくりしたよっつってね、言ってくれて嬉しかったんですけど、そんな曲をやってみたいなと思います。人間活動、
きているわけじゃなく、何のために生きているのか悩むのは、Oh, oh, 僕らがまさに人間だからだろう。Oh, oh, oh, oh. 言ってみよう。儲かりまっか、まっかまっかまっか、ぼちぼちでんな、でんなでんなでんな、儲かりまっか、ぼちぼちでんな、儲かりまっか、まっかまっかまっか、ぼちぼちでんな。取りながらステップクラップステップクラップステップクラップ、両手を上げてみて、上がりました、はい、両手が上がる、ちょっと会場を明るくして、両手が上がったらいいね、喜びの歌いくぞ、ワン・ツー・スリー・レッツゴー。選び取るまで何度もさまよいました、君にこうして選ばれるまで、なんかやっとライブハウスっぽくなったね。何度も泣き笑いました、これといって基準のないままに、あ、流され流されたどり着いた、君こそが愛真実なんです。日曜日の日差しに心開けば、あ、聞こえてくる喜びの歌、皆さん一緒に両手を上げろ、はいはい、愛を受け入れよう、一緒にどうぞ、魂が解放解放して、愛に飛び込もう、素晴らしい、ダッ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 ポン、こんな夜にも形のないものだけが君の心を繋いでいるんだね。
12月の澄んだ空気吸い込んで、ああ満たされてゆく喜びの歌を2回目、両手を上げて、はっはっは、愛を受け入れよう、一緒にどうぞ、魂が解放解放して、愛に込み込もう、yeah! Come on! ありのままの汚い姿で全てを委ねて、 Come on! 祈る時休憩中にライブハウスの人に声出したなでて怒られましたまあね、こんなご時世ですけども、でも心の喜びは失いたくないということで、みんなで一緒に行ってみようか、両手を上げて、ジャッ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 、愛を受け入れよう、飛べ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 、魂が解放、ジャッ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 、愛に飛び込もう、声は出しちゃダメ、代わりに両手を上げて Stay home、 愛を受け入れよう、はっ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 は、魂が解放 Stay home、 愛に飛び込もう、みんなで歌う、ワン、ツー、コモン、ダッ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 、一緒に行ってみましょう、左から右に読めますか、 SALUKI 行こう、 SALUKI 行こう、 SALUKI 行こう、 Come on ギター、 SALUKI 行こう、 SALUKI 行こう、 SALU ラストラスト、 SALUKI ギター、ワン、ツー、スリー、フォー、ロックへの憧れ、フォーキーな俺、ポップスは大嫌い、ロックへの憧れ、フォーキーな俺、ジャズはよう分からん、ロックへの憧れ、フォーキーな俺、ソウルはそこそこに、ロックへの憧れ、大きな俺、ブルースでお腹いっぱい、売りなし、嘘なし、かけれなし、そこにあるのはやったメッセージ、分かち合いたいのは愛、ロックンロールミュージック、ロックンフォークミュージック、胸を張ってバカをやろうぜ、夜が白く染まるまで、憧れ、フォーキーな俺、意外にポップな俺、ロックへの憧れ、フォーキーな生活、オンギターモリモリいっちゃって、出た出た、タンバリン先生、カモン、
くりした。売りなし嘘なし儲けなし、そこにあるのはやっぱ貧乏、掴み取りたいのよ。ディンディンディン、お手を拝借。ロックンロールミュージック、吉祥寺、吉祥寺、吉祥寺、ロケンロー、ロケンロー、ロケンロー、ロックンロールミュージック、ロックンロールミュージック、ラスト行くよ、ロックンロールミュージック、ロックンロールミュージック、ロックンロールミュージック、ガタガタロック。白く染まるまで美空ひばりもトムにランボ、音楽はやっぱいいぜ、今に世界を変えるミュージック、心の中湧き上がれ、ロックンロールミュージック、ロックンロールミュージック、胸を張ってバカをやろうぜ、夜が白く染まるまで心の中湧き上がれ、心の中湧き上がれ。本当びっくりしたよ。何か一言ありますか。ザルキュー最高。サンキュータンバリン先生。ガッツベイベー。Thank you. Peace. Peace. Peace.いつも去り際がかっこいい。タンバリン先生、大きな拍手。そして立ち上がって盛り上げてくれた皆さん自身に拍手。やっぱりさ、ライブってこうじゃないとね。本当に大変な時代になっちまいましたけども、もう夜明けは近いんだよ。次最後の曲だから、みんなそのままね、一緒にやってください。僕はクリスチャンなんで、最後ね、一言、こんな希望の言葉があることみんなに知らせたい、ね、生きてるとね、もういろんな重荷が、普通に生きてるだけで重たくなって前に進めなくなるようなことがあるけど、聖書にこういう言葉があります。誰でも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 キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました、なりましたってとこがいいよね。もうなっちゃった、ね、僕らの生きてると、例えば昨日の疲れを今日引きずってたりね、いろんなことがありますけれども、朝起きた時に、本当にその新しい力を受けないと、もう今日一日さえも最後までたどり着けないという、そういう時があるじゃないですか。もう僕例えたら、もう通話3日目ぐらいがいつもそうなんですけどね。ね、でもね、なんかそれをこう超えると、なんかまたこう新たな力が注がれてね、最終日まで行くことができるんですけども、まあこれは誰にでも当てはまる言葉かなと思います。最後のフレッシュっていう曲をやります。ちょっと京子さん前に出てきてね。初めての人いますか、フレッシュ。いない、みんなやったことある。一回練習します。せーの。フレッシュ、身を全てが新しくなる。フレッシュ、その言葉が世界を変えていく。ラブです、ラブ。温かな眼差しに包まれて、もう一回、ラブ。この旅を続けよう、今日はね、結構グッドディスタンスなんで、隣の人蹴る心配もないと思う。思い切ってやってくださいね。蹴ったらゴッとでごめんなさいって言ってくださいね。最後の曲になりましたけども、本当にその今日ね、今日はもうなんかゴールのような気持ちで言いましたけど、いや通過点だなと思って、サルーキー次は30周年で目指そうと思います。そのためにはね、日々恵みを受け取って新しくされないと、そこまでたどり着けない。そして
また、この10年やれるんだとしたら、皆さんの応援がなくてはこれ続けていけませんので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。さゆきでした。最後皆さんで言ってみましょう。ハレルヤーフレッシュ。全てが新しくなるこの時に、何も恐れずに喜び進もう。約束された勝利に胸躍らせて、何も悩まずに朗らかであれ。あなたと私が愛し合う時、世界は明るくなる。光から光へとそのぬくもり伝わっていく。せーの、フレッシュ。身を全てが新しくなる。フレッシュ。その言葉が世界を変えていく。ラブ。温かな眼差しに包まれて。ラブ。この旅を続けよう。注がれる愛に感動して、与えられた今日を感謝して生きる。どんなに悲しいことが降りかかっても、その愛から私を引き離せはしない。心と心がつながり合う時、僕らは強くなれる。全てのピンチは大きなチャンスへと変えられていく。せーの、フレッシュ。全てが新しくなる。フレッシュ。その言葉が未来を変えていく。ラブです。ラブ。変わらない愛を知った時から、ラブ。僕らにもそれはないのさ。Woo!
Peace! 2022年も Peace!感謝します。アンコールありがとうございます。もうね、ベテランが多いからね、みんな袖でハーハー言ってるんですよ。だから僕だけ一人出てきました。じゃあ一人一人呼ぼうかな。じゃあ年上の人からとかって音ピアノ西田美子美佐子さん出てきてくれますか。美子さん変わんないよね。変わんない昔から。うん、あの見えない見えない、あ言わないですけど、これ以上みーこさんです。あ、皆さんもちょっと休んでくださいね。次誰行こうか。ドラムス呼ぼうかな。オンドラムス田中翼くん、翼くん、まだまだ体力があり余ってます。オンベース、ニュージェームス違うか堀木健太ストーンズアピールしてます。いや、あの健太さんすごい真面目な人で、今日ストーンズ着ていくけどいいかなと言われて、いやなんか僕らね、昔ブラジルに行っていた時、なんかね、あのストーンズってなんかブラジルですごい嫌われてるらしくて、それ着たら良くないよって言われたことがありましたけどね。ここは日本なんで大丈夫です。はい、そして次のとこあれだもんね。あ、じゃあもうあれか。オンギター森森剛。これでいいんですか。これでいい、とりあえずね。はい、京子さん。あ、そして音大和田彦京子さんです。なんかさっきね、あの休憩中に皆さんもあの写真を見られたと思うんですけどね、なんかね、あれを僕見ながらいろんなことを思い出してました。映ってるね、一人一人の人といろんなね、まあ、音楽以外でもエピソードがあってね。で、まあ、今は天国に召された人も映ってる。今朝今日ワンマンライブだなと思って、よし頑張って吉祥寺まで運転していこうとかね、忘れ物しないようにしようとかいろいろ思ったんですけど、メール予約とかいろんな皆さんの嬉しいお知らせに混じってですね、サルキをですね、応援してくれてたご夫婦、大阪のご夫婦の、旦那さんが昨日の夜突然召されたと、知りました、その人はご夫婦で美容師さんで、僕も髪を切ってもらったことがあるんです。でついこの前復活ツアーだとか言って京都とか行ってね、あの北九州まで行ってきたんですけど、京都のライブにも大阪から遠かったのにご夫婦で駆けつけてくれて、その時はすごい元気だったんですよね。ですごいおしゃれな眼鏡をしてる美容師さんで、ああなんか相変わらずまた新しい眼鏡でおしゃれですねなんつって、まああんまり口数の多い人じゃなかったんですけど、人の命はいつ終わるのかっていうのは
誰も分かんないですね。自分でも分かんない、夫婦でも分かんない、神様だけが知っている。今日1曲目に、まあ、2曲目か、あのクリスマスの曲、清子の夜やった後に Get Ready っていう曲をやったんですが、これは天国への準備はいいか、 Get Ready 準備しよう、そういう歌詞の歌で、なんですね。天国に行くためにはお金はいらないよ、ただ信仰だけ、そういうソウルの名曲があって、それにインスパイアされて、書いた曲なんです。本当にその今日来てくださってる皆さん一人一人に愛を送りたいなと思います。そしてまたこの関係がこの2時間とか3時間とか、そしてこの僕らの一生という一つのシーズンで終わることがなく、永遠に共に入れたらいいなという願いが今朝お祈りをしてて僕の心にやってきました。人生といえど一瞬です。人生といえど一つのシーズンです。僕らどこから来てどこに行くのかわからないですね。だから僕は聖書に書いてある約束を信じています。信仰があったら天国に行ける、その鍵はジーザスだ、ジーザスの網っていう曲を歌います。初めて本当の愛を知る。
光へあなたを映し、全ての恐れは締め出され、この世の光と本当にありがとうございました。サルーキーね、周年ライブやるのよく考えたら初めてなの。周年ライブやるために20年かかりましたけども、皆さんがいてくれて本当に今日はいいお祝いになりました。皆さんの祝福を感謝します。そして皆さんを祝福したいと思います。よかったら一緒に歌ってください。もしよかったらもう一回立ち上がれるかな。イエー、
いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。そしていつも祈りましょう。みんなでハレハレルヤ、みんなで歌おう。どうぞ。ハレで叫ぼう。ハレハレルヤ、みんなで歌おう。あ、ラスト。ハレハレルヤ、みんなで叫ぼう。みたいな生活を送ってました。3ヶ月前まで。今日のワンマンライブ最後までいけるかなと、この1週間山を走ってきたんだよ俺は。そこに忍者がいるけどね俺も負けないよ。本当に今日ありがとうございました。もう皆さんがね、今日の帰り道も守られて、また新しい日々が始まるわけ。俺たちも30周年に向かって明日から走りますので、走らなくてもいい、歩いてもいい、ね、歩いたり走ったりすればいい、うだうだしてテキパキすればいい、ね、一日一日噛みしめながら味わいながら感謝して、この人生最後まで皆さん行きましょうね。そして復活の希望がある。最後行ってみよう。復活進行。復活！復活、それは一度ダメでも二度目があるということ。復活、それはダメなように見えてもその先があるということ。魂は忍耐を生み出し、忍耐が強い心を生み出す。その人は希望に出会うことができるだろう。ご一緒に。この国が今
復活進行する君と僕が今復活進行するのさ。復活それは挫折を味わい自分を見つめること、復活それは失敗を恐れずまた起き上がること、神は乗り越えられない問題を与えず必ず脱出の道も備えてくださると信じるとき、この国が今復活進行する、君と僕が今復活進行するのさ。この国が今復活進行する、君と僕が今復活進行するのさ。今乗り越えて得た強さ、イケイケの時だけでは本当の強さは測れない。僕らは何も持たず裸で生まれてきた、この世界に挑戦するため、自分自身に挑戦するため、何かを得るためじゃなくこの世界を味わい尽くそう、いつかまた裸で旅立つ時まで、この国が今復活進行する、君と僕が今復活進行するのさ。この国が今復活進行する、君と僕が今復活進行するのさ。この国が今復活進行する、君と僕が今復活進行するのさ。20周年でね、あの20曲を目指したんですけど、今のが19曲目で、ここで力尽き果てました。ありがとうございました。時間もちょっとね過ぎてるんで、ここあと1曲やりたかったけど、これはまた次回のお楽しみにします。今日皆さんありがとうございました。最後にね、あの写真を撮って記念撮影をして終わろうかなと思います。皆さんはこのままで大丈夫です。こちらから撮るっていう例のやつやります。会場を明るくしてください。そして、ベテランのカメラマン神山由里子さんです。足元に気をつけて転ばないようにお願いします。じゃあ撮りましょう。
ブーキーって言いますかね。キーってなりますからね。はい、じゃあワン、ツー、あ、ごめんなさい、ワン、ツー、サルーキーね、いきます。はい、ワン、ツー、サルーキー。命を得よう、ジーザー、ジーザー。